久保さん、今回勇気にしましょうか。今ちょっとね、新商品のちょっとこうやってたんですけど、そこで勇気っていうのが出てきてね。まあみんなあの怖いじゃないですか。何かやろうと思っても。怖いですよね。まあブログにも、今日のブログにもちょっと書いたんですけど、まあなんかやると怖いんで。うん。まあ久保さんはちょっと偉人なんで、ちょっと怖いとかね。なんかそういうのをの、今まで生きてきた中で怖いっていう感情。なんかネットビジネスやって怖いなとか、失敗したらどうしようっていうのはそういうのは多分ないと思うんですよ。 で、まあ僕はありましたね。僕はセミナーやるとき怖いなと思いましたね。もともと僕話すのも苦手だったし、人前に出るの苦手だったんで、ゴーストライター13年やって、僕が表舞台にセミナーやる、恥ずかしいですよね。恥ずかしいし怖いし、なんかいろんな思いはありましたけども、 ただなん、まあ、でできたのかっていうと自分はその人生を変えたいと思うまあ強い気持ちがあったからその強い気持ちからまあ勇気が派生したりとかまああとは考え方ですよねどういう考え方がまあ他の人とはちょっと違う考え方があったんでまあそこに対してその一歩踏み出せた。 要は、セミナーをやった方がいいのか、やらない方がいいのか、まあ、やった方がいいよね、と。まあ、やらなくても売り上げは作れるんだけども、やった方が売り上げを作りやすいっていうことで、まあ、早く結果を出したい。僕も早く結果出したいですから、早く結果出したいんだったら、リアルで集客して、セミナーして、そのリアルで商品売った方が、まあ、早いし。だって、セミナーって、今日セミナー、まあ、セミナーやる前の集客はちょっと時間かかったとしても、なんだろうな。もう、その日に売り上げ上がるんで、セミナーの場合は。 その場でね、掲載してくださいみたいな話したんで <laughs> 早いですよね、うん。なんかその、なんか動画何本なもう何本も撮って、プロモーションして作り込んで、どっか行って、絵面撮って、駒撮って、どっか海外行ってとかそういうの全くないんですから、セミナーやって、やって、セールスみたいな。久保さん昔600万ぐらいね、セミナーで上げたと思いますけども、早くないですか多分早いんですよ。まあもちろんね、ウェブの、 その媒体力が強まればウェブでも全然上げられるんですけど当時僕媒体力城がなんかウェブ上に城がなかったですから <laughs> 城があればねある程度できるんですよそれはウェブ上でもでも最初のブーストアップは、まあ、少ないので少ない中でこう売り上げをそのすぐ上げていくんだったらセミナーが手取ればいいかなと思うんですけどただまあ怖かったかなとんでも怖くてもやって やれたのは、まあなんかいろんな考え方だったりとか、いろんな思いがあったから勇気が出てやれたのかなと思いますね。いってらっしゃい。